秋の風が吹くそうだ聖なる風が今吹いているではないか草花が入れるそうだ我が内なる神の命も 風の中に喜び震える風はどっから吹いてどこに行くかわからない私も明日はどうなるかわからないしかし神よこれは不安な ことではない明日がわからないということがあなたにあっては嬉しいのです今日一日あなたと共にある喜びを知るから昨日は去った十字架の中に去った 明日は今だ来たらず死の見ての中にあり今日一日死をあなたの風の中に生きる喜び風を吹け聖なる風を霧へ エレイソン、今日は聖霊論の第二回目です。前回お配りした簡単な釣り物がありますから、前回受け取ってない方は受け受付にあると思います。もらっておいてください。聖霊論。 プニューマトロジーという少し難しい言葉を使いますが、これはあのギリシャ語のプニューマから来ております。プニューマというのはギリシャ語では霊でありスピリットですよね。それから風でありウィン息でありブレス。 全く同じ一つの言葉が使われておりますこれはヘブル語においても同じであるラフというヘブル語が同じように三つの意味を示しますこれに相当するのがキという言葉でありますキというのはあの東洋の独特の言葉ではありますが 世に似てますよねそれで前回は聖霊の働きについて少し入ってきました聖霊とはキリストを指し示す霊であるまた私たちに新しい命神聖を与えてくれる 命である。born and newt, また born again。精霊とは喜びの油である。the oil of the gladness。そして精霊とは神の愛である。love of God。そしておさ最後に、前回の最後は。 聖霊はインスピレーション。である。というところまで。学んでいったと思います。もっともね、インスピレーションって私たちが言うときに、あの。現在の英語もそうなんですけれども。日本語の霊感といったところで、なんかちょっとこの怪しげな。あの不確かなというイメージがありますけどね。ギリシャ語のイメージは全く違いますよ。ものすごい力強い。 あのいあのイメージなんです。神の息吹なんです。神様がふっと吹きつける、あやふやなものっていうのはイメージはあんまりないですよね。神様自らが口の息で吹きつけて私たちに人にして思いを与えてくださる。はい。今朝はあのその次の神の神秘を明らかにするというところから始まりたいと思います。 ススピリチュアルミステリーズテキストとして第一コリント書の2章10節から13節までが選ばれております。神は御霊によって私たちに掲示してくださったのである御霊は全てのものを極め神の深みまで極めるものだからである。 一体人人間間ののの思いはそのうちにある人間の霊これは非常に面白いでしょ。う人間の霊という言葉が書いてあるでしょ。人の霊はというのは聖書は言いますけれどもね私たちのあの各ののことを一番深く極めている知っているのはその人あなたの中にあるあなたの霊であるとスピリットであるあなたの感情ではないんですよ。 あなたの知性でもないのもっと深いものがあなたの中にあるあなたのことのすべてを極めるのはねあなたの「霊であると人間の「霊なんですだから人間の「思い」はそのうちにある人間の「霊以外に誰が知っていようかそれと同じように神の「思い」も神の「御霊」以外に知るものはない。 だからたまこそ一番深みを極めるものであるから神様のことに関しても神の御霊が一番知ってるるであるとそう書いてあるんですところが私たちが受けたのはこの世の霊ではなく神からの霊であるそれによって神から賜った恵みを悟るためであるこの賜物について語るにも私たちは人間の知恵が教える言葉を用いないでたまの教える言葉を用い 例によって例のことを解釈するのであるとこれはね、聖書のあの理解の仕方の秘訣が書いてあるんです。聖書はどのようにしたら理解できるんですか。進学校に行っていろんなその偉い先生の教えを学ぶとか、またそうそうすると教派によってみんな違う。ここに鍵が書いてあるんです。この鍵は見たまによって見たまのことを解釈するのである聖書というのは。 霊の書物なんですよこれは人間の知性の書物ではないんですだから私たちがこの聖書が理解できるというのは聖霊によらなければ理解できないですよね不思議なことにたくさんの人々が体験したでしょうさっぱり分からなかった聖書がなんか賛美をしているうちにとか見たまに満たされたら途端に聖書が面白くなりだしたとあの面白くなりだしたというのはあなたの中で 御霊が働いているからなんですよ聖書の御言葉が理解できるというのはこれは御霊の働きである。その今日は実説からしか引用してませんけれどもねそのちょっと前に、えー、パーロがこの「 神の奥義というようなことを書いてあります。そしては、今日のテキストのところ、さらにこのそれからあと14節からでもですね。生まれながらの人は神の御霊の賜物を受け入れ。ない。この生まれながらの人というのは？ あのこの大変面白いギリシャ語が用いられておりましてねあのプ,シキコスプシキコスというのは直訳するならば魂的な人魂中心の人という意味なんですけどね魂中心の人というのはどういうことかというと魂というのはもう何回も説明したと思いますがあなたの自我なんです。 おこの場合あなたの字が私あなたはこんな人間よとか私はこんなものよという人格のことを言うんですよねあの一番わかりやすいあなたがあなたであるというのはこの魂のことを私たちは語っておりますけど魂中心の人はという意味なんですだからこれを聖書は持って生まれた人生まれながらの人というふうに訳しております古い英語の聖書ではナチュラルメン というふうに訳してますけれどね、ナチュラル面っていうのはなんとなく聞こえはいいけれども聖書であんまり意味では用いてないんですこれは一回生まれただけの人間二回生まれ変わってないんですよ二回目の生まれ変わりを体験するというのは聖霊によってキリストを信じて初めてあなたは生まれ変わるだから一回だけの人間このことを生まれながらの人と聖書は言ってるんですだから生まれながらの人の中にはものすごく頭のいい人もいるでしょうねだから 感情が豊かで芸術家になる人もいるし、意志が強くてあの巨満の富を得るビジネスマンもいるでしょう。ですこういうのを全部ふっくるめて生まれながらの人と聖書は言うんです。そしてあなたがどんなに知性があり、どんなに豊かな感情があり、どんなに強い意志があっても、ね、それだけでは神の賜物は理解できませんよとはっきり言う。あなたの知性を持っても感情を持っても、意志の力を持っても、理解できない次元の世界がある それが神のたま神の御霊のたまもの,魂の魂であるそういうのはね生まれながらの人には愚かなものだからであるこんなにあなたが感動しこんな素晴らしい命があるのにというのにほらあなたの家族の者のがねお前バカじゃないかとか言うでしょ愚かに見えるというんですよむしろ愚かに見えると生まれながらの人から見るならば 神の御霊に生きる人というのは愚かに見える。この生まれながらの人と対比されているのが十五節のプシキコス。あのごめんなさいプシキコスじゃないんです。あのプニューマティコス。霊の人という言葉があります。プニューマティコスという一語なんです。このプニューマティコスというのは霊中心に生きるという意味なんです。霊中心に生きる人。 しかし霊の人はすべてのものを判断するが自分自身は誰からも判断されることはない。霊の人というのはねそのよく一般的に理解されてるその第六感が冴えてるとかあそこにあのご先祖様の霊がおられますよとか。 あわけのわからんことを言う人たちは時々おるでしょそれにまたうん十万円も出すバカもいるんですよあのー、結構いいビジネスらしいんですけどねでこのテレビジョン出てねほら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 あなたの背後のとこやれてるほほんと本当におるのかな何匹おるんかいなってだから、あのー、おみんな周りを見合わせたりするでしょでああいうのを霊的って言うけど聖書は全く関係しないんです聖書はあんなの霊的とは言わないんですあれはプシキコス生まれながらの人の。 あの能力の一つに過ぎない。え、あー、全部がインチキじゃないでしょうけどね。しかしこれは聖書的に言うならば、あの人間の魂の潜在能力の一つに過ぎない第六感というのは、精霊とは何の関係もないということだけは知っておいてくださいね。一切関係ないんです。幻が見えるとか、あの聞こえるとか、そういうことは私たちはあの個室の群れでは受け入れてますけどね。 しかしそのことといいですか霊中心じゃあ霊中心とはどういうことかって言ったらキリストイエスを信じる信仰の人のことを言うんです。聖書は信仰以外のことを霊とは言わないんです。霊の機能というのは信じるというキリストを信じて初めて霊が目覚めてくるのであってこれが中心なんです。 だから、例の人。まかり間違ってもクリスチャンが誤解してはいけない。不思議なものが見えたり聞こえたりするということは、例の人とは何の関係もないこと。例の人とは、キリストを信じる信仰の人のことであると。キリストを信じる。これをスピリチュアルメンと言います。 最もっとも聖霊によって幻を見たり、そういうこともたくさんありますよね。この聖霊の中で詳しく、それはあの話をしていきます。今回その時間がないから、まず最初だけは押さえておいてください。はい、次に行きましょうね。真理の御霊と書いてあります。スピリチュアルと。テキストとしてヨハネの16章13節から14節が引用されてますね。けれども真理の御霊が来るときには？ あなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろう。それは自分から語るのではなく、その聞くところを語り、来たるべきことをあなた方に知らせるであろう。見たまは私に栄光を得をさせるであろう。私のものを受けてそれをあなた方に知らせるからであるここのところはですね、一番最初に前回したその、キリストを指し示すというところで重複しますよね。同じヨハネデンですから、特にそうなんですけれども、聖霊は聖霊というのは一口で言うなら、 キリストイエス様を指し示す霊なんですよ。精霊はまかり間違ってもね、私を拝めとは言わないんです。精霊はキリストを、キリストを、あなたをしてキリストに向かわし示る霊であると。キリスト様を支持する、指さす働きが精霊の働きであります。だから精霊に満ちるとき、何時ら地の果てまで我が 証人とならんとイエス様がペンテコステの前に言われましたね。人形での一章の発説なんですけれども、聖霊満ちるとき、聖霊下るとき、何時ら地の果てまで我がイエス様の証人とされるということなんです。それが聖霊の働きである。もうキリストイエス様のことをね、証し,したくてしたくてたまらなくなる。 私が最初子羊の群れが出来だしたからね本当にそのアミューズしたっていうかそのおお面白いなと思ったのはまあアメリカでいろいろ進学校やたくさんやややや知ってますからね時々行くと進学生なんかがいろいろ来てね「ピザ先生その伝道の仕方を教えてください」「どうしたら先生のとこたくさんのそんな人が集まってくるんですか」「私はもう本当に笑いましたよでも笑ったら失礼だからね」<laughs> ともっともらしいこと言うんですよ。 君本当にその日本伝道したいならねあのそのそ新学書なんか読むのやめてね美空ひばりの歌を聴いて山口百恵を聞いてねあのいつはまゆみもいいなあの辺りを聞いてね「ああ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 」というねあの日本人の演歌の心が分かったらね「あのーター役に立つかな」って言ったらもう私が冗談言ってると思ってからそのまあほんの半分は冗談だけど。その <laughs> あみんな私のもとから去ってきました大体 <laughs> いいね伝道の仕方を教えてくださいなんていう発想がとぼけてるんですよ、あのー、だから私もとぼけて返事しかしなかったの「精霊何時らに下る時何時ら地の果てまで我が証人とならんと伝道の仕方を教えてください」っていうのは精霊に満たされてないからですよ あの精霊に満たされたそんなことは一言も教えなくていいだから個室の村の初期の頃は,はもう今でも時々びっくりするんだけど今だかってここで一回だって電動のノウハウを教えたことはありますか今最初から今でもあったら一回もしたことがないですよ私たちは。だからここは個室の群れはその宣伝もしたことがないあのビラもまいたことがない。 昔私はアメリカから日本に来てそのよく各地の教会回ってましたからね今日はアメリカから来た先生をお迎えして「特伝をします」っ特伝」って言葉知らなかったからな,な,な,のなんか電報でも打つのかい,いなと思ってたら。<laughs> <laughs> <laughs> あの小さな駅に行くと駅降りとすごいでっかい甲板がかかってね「アメリカの電動車ピーター柴田市来たるなんて」てね「おいおいこれ俺のことか?」って言って大笑いし,てあのしたことってありますけどねあんなの特伝なんかしてねじゃあこのそれで私たちの業界よくするんですとそのためね一つぐらい準備してね 一生懸命になってそのビラくまってとかねへえもう関心やなであの収穫どうなのいやまあそれはあんまりあのないんですけどいやいつか収穫必ずその収穫のようになってねへえもう関心なことをする人たちねあのそんなアホなことをするよりも精霊に満たされるだけでいいんですよほっとけばいいやと精霊に満たされたら。 人々はねずとるるようになるこの喜びをキリストイエス様ってねこの神様は生きている神様だよあなたに黙らせる方が難しいですよ個室の初期っていうのはまあすごかったわな私は初めてこの西宮というところに来たらなんか得体の知れないおばさんたちが集まってきてからそのそ <laughs> で自らをシスターってシスターズって年じゃねえだろうと思ったんだけどねあのー まあその通りは失礼だかから言わなかったれで,、ね、<laughs> でそういう怪しげな人たちが集まってきてはねどの,そのど,のどの人もバックラウ何にもありゃしないもう教科なんか行ったこともない連中ばっかりが集まってきてところがこの人たちからあっという間に数か月もしないうちに50人100人と5人10人じゃないですよ50人100人もう爆発的に人々がキリストを受け入れていくのを見てね 私はもう深刻驚きましたこうだろうなということは知っていたけどその小さなスケールはフィラデルフィアでも見ていたけれどもねこんなに爆発したのは見たことなかったからじゃあ本当に驚きました聖霊何十に下る時おばさんでさえも全然おばさんでさえもっていうのは悪いよなおばさんだからだよあのー、あこの喜びを。 恥ずかしげもなく語り、<laughs> いやだいたい語り方が厚かましいんだよな。<laughs> もう人の迷惑も考えず語り言いで上がり込んでいってはね、あの病人がいると聞いてはもう頼みもしないのに来てからあの祈らさせてくださいねとかね、よくもこう厚かましいことするなと思うけど、それから次から次から次から聖霊の火がついていったじゃないですか。それでもうとうとう収容しきれなくなって。 のどっかで周回するとかは欲しいなってでここは生まれたんですよ。あの聖霊の力の凄まじさ、聖霊なんじらに下るとき、なんじら地の果てまで我が使者人とならん。それからもう一つここでねすごいことは、その真理の御霊が来るときにはあらゆる真理に導くというでしょう。う拡大解釈と言われるだけど私は信じるんです。これはただ聖書のね。 あの言葉がが神秘が分かってくるといいいうぐらいじゃないですよ私は全ての真理科学の領域においてもサイエンスであれビジネスであれあの学問の世界であれ芸術の世界であれもう全ての世界においてね真理の究極に導いてくれるのは精霊であると信じます。亡くなりましたけど私が長い間しあの 師として仰いでた藤尾英二郎先生はあのお茶の世界の究極に導かれたのはもうイエス様であると公言してやまなかったですよね私はお茶の世界のことは分からないけどお茶の人たちから聞きまして藤尾先生ほどのお茶ができる人は日本には5人もいないとあの先生はあのお茶の奥義を極めたのはキリストイエス様が導いてくださった。 そしてキオさんが見ておった世界はここなんだと。ある朝見えてき始めたその時の喜び。あの先生はまあ明治の一直な、あのー、人間でしたから朝起きたら4時起きいつも、あのー、もう愚直に毎朝4時に起きてはそして起きたら最初に読むのは聖書であったから枕元に聖書を置いておく私は一切もう聖書以外の文字は読まないんですと時計も見ないんです数字が書いてあるから。<laughs> <laughs> 徹底し,てましたよ、ね、あのー、そしてパッと聖書を開いてそして聖書を読んで、あのー、お祈りしてそれが1時間4時から5時まで必ず一生貫いた人ですよねすさまじい人でありましてはそして5時から6時この1時間はそのお茶のお手前を自分一人でするとこれをやるうちについに あ,る朝あの利休さんが見てた世界が見えてき始めたその喜びそしてそれが見えてきた時点でそれまでお弟子さん一人もいなかったのに不思議なことに宣伝もしないのにいろんな人が先生の家のおをたいてお茶を教えてくれと家に来始めて先生はのちでお茶を教えることによって生活をするようになりましたけれどももう豊かにいたがに衆が。 先生の晩年を祝福してくださいましたよね。真理の御霊はあらゆる真理に導くんですよ。あらゆる真理、それがアートの世界であれ、私はビジネスも信じるの。ビジネスマンであるならば、なぜ祈らないか、キリストよ、どうかね、儲けさせてください。 設けるるととというここは聖なることですよ死のために設けてみよう。すべての真理。なんとかしてね、この子供を導きたいなと。成長してほしいなと願うお母さんなら、なぜ祈らないか。あらゆる真理。あなたが満喚の育児章を読むよりも、祈れ。ここにすべての真理の根源がある。 真理の御霊が来る時にあなた方をあらゆる真理に導いてくださる。真理の究極はキリスト様ですよ。だからキリストの御霊が導いてくれる。私はフレディフィア時代にもたくさんの芸術家に会いましたよ。学者に会ったけどもう芸術家であろうがアーティストであろうがあの学者であろうが話すことは一つしかなかった。キリストイエス様。この この方を信じこの方に祈るなら神様が道を開かないはずがない私は学問のことは全然分かりませんよアートのことも分からないしかしこの確信だけはある全ての究極を導いてくださる方はキリスト様であるはい次に行きましょうね 教える油へえそんな油スーパーに売ってないよ」と「売ってない売ってない」しかしこれはキリストイエス様を信じる時に天から注がれる油なんですティーチングオイルあなたのうちにはキリストから頂い,いた油がとどまっているので誰にも教えてもらう必要はないこの油が全てのことをあなた方に教える。 それは誠であって偽りではないからその油が教えたようにあなた方は彼のうちにとどまっていなさい。第一ヨハネの2章の27節の言葉です。私はこの生育が個室の群れの一つのバックボーンになったんです。主が私に与えてくださった確信の言葉の一つがこれだったんです。の群れができる前 になりましたた考えましたしかし神様は今へと同じような教会を作れというんだったらわざわざ私をフレディフィアから呼ぶ必要はなかったはずだまた同じ教会が同じような教会が一つ生まれるのでは意味ない主が私たちに示したのは柵の外の無数のもう幾万幾十万という羊たちでした。 柵の外に出て行け教会の柵の外に行けそして彼らを救えキリストイエス様の救いを持って行けと私の最初のリアクションの一つはしかし一体どんなしてその次のリアクションはま仮に10人20人の人がキリストを信じるようになっても一体どのようにしてこの人たちを墓海していくんだろうその時に強烈に与えられた見事はこれだったんです。 人が教える必要はない。精霊が私自らが教える。お前はこれを信じるか。私はそれまで信じてましたよ、この言葉。私個室の群れが立ち上がるときにね、これが強烈な言葉として迫ってきたんです。ピーター・島田が教えるからではない。また、私の代わりの働き人が聖書を教えるから、そういう意味での墓会を今から作っていくのではない。 そうじゃない精霊が直接1人ずつを教えることができるとお前はそれを信じるかそれはプロテスタントの牧師はみんなそれは信じると言うけどねしかし本心私は信じてるとは思わない本心信じたら飯の食い上げになるからですよだって牧師はいらないということをこれは発言してるんです本当に牧師はいらないぞと。 直接神に神が直接教えてくださると。聖霊の特徴はね、直感的に私たちに真理を教えてくれる。これは知っておいてくださいね。聖霊はね、迷ってる時など、あなたが迷うでしょ、どっちに行ったらいいのかしら。 そして祈るしばしば Yes or No というような形であなたの内側に響いてくる声なんです。それは詳しく教えられるというようなこともあるだろうけどね。しかし、一旦キリストを信じて歩み出したときに多くのクリスチャンが体験するのは Yes or No というような反応の仕方なんですよ。パウロという人がいた。 新約聖書書の大半を書いた人ですよよほど神に近かったりに違いないところは一人行動を読んでみるとパウロがが迷に迷っている時がありますよそれはパウロがある時伝道の最中ですけどもアジア地方に伝道に行きたかった今のトルコ地方なんですよねあの辺りまで彼はなんとかして伝道に行きたいなぜなら誰も行ったことがないからですよ誰も行ったことがないところに伝道に行くっていうのはもう当然じゃないですか ととととこここころがが行こうとすると不思議なことが起こった聖書を持っている人はねちょっと開いてみてくださいね「使徒行伝の16章です。パーロはギリシャの各地をお弟子さんと一緒に伝道して回りたくさんの人々がキリストを信じる。 六節です。それからです。彼らはアジアで御言葉を語ることを御霊に禁じられたので、おかしな言葉が書いてあるでしょう。御霊に禁じられたということが書いてあるんですよ。私は若い頃、ここを読みに少々引っかかりました。なんで禁じるんだろうと。御霊が禁じるって一体どういうことなんだろう誰も言ったことのないところ、御言葉が述べ伝えられてないところ、 そこに行って何が悪いんだろうねえ、そう思いませんところが御霊が禁じたというんですよ。それでしょうがないから、今度は他の方に行って、あのガリラヤ地方を通ってあの、ムシアの辺りに来てから、また今度はね、ピテニアの地方に進んでいこうとしたところ、イエスの御霊がこれを許さなかったと書いてある。はい、2回も書いてあるんですよ。ノーノーという。これはね ノーノーという信号が出たんですよ行こうとすると何かね内側に行かせまいとするノーとする思いが来るとうんですよ。体験ないかこっちの方に行こうとすると何か気が重たくなる。明らかに御霊のノー信号なんですよ。じゃあはっきりとねどっちの方に行きなさいって書いてないでしょパウロは迷ったんですよ。ノーというのだけは分かる。 しかし行くべき方向が分からなかったんですよ。結構時間かかってますよ。8節によると、そこでムシアを通過してトロアスに下っていった、これはね、ギリシャ地方です。この間、かなりの時間が経ってますよ。日数が経ってます。9節そこで夜、パウロは1つの幻を見た、1人のマケドニア人が立って、マケドニアというのはギリシャの一地方です。 ま、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいそういう夢を見たそこでパウルはこの幻を見た時にこれは彼らに福音を伝えるために神が私たちをお招きになったんだと確信して私たちは直ちにマケドニアを渡っていくことにしたというんですよ最初から分かってたんじゃないんです何回かの脳脳脳信号に出会った後におそらくパウルは祈ったでしょうね主よ 一体あなたは何を言われたい何と言われてるんですかと私には分からないどうか私が分かるようにね教えてくださいとそう祈ったに違いないそしたらある夜この幻が示されたと言うんですよその時に彼はやっとねああ内側のものがクリックした見た目のイエスが来たと言うんですよ このように、ね、見たまというのは真理の見たまというのはしばしば No or YesYes yes or No というような形であなたの魂に響いてきます。だから No 重たくなる時、ね、立ち止まった方がいいなそして立ち止まって祈れ早急な結論を出すな。 主よあなたは何を言われてるんですか、まあ、精霊が全てを教えてくれるというからねそれじゃもう御言葉の学びというようなことはピーター先生大体矛盾してるよなとこんなこと言うならもう水曜日もこのその生計も閉じたらどうですかあほういえ別にこれは私の趣味でやってるわけじゃないんですけどこれは私の趣味だ。 こと一度は今日持ってきたんですよ、あのー、これは私はこの夏ね丹精込めて、あのー、できたのを今朝収穫したからねやったぜっていうのをみんなに見せようと思ってテープを聞く人は何の話してるんだろうと「みかんです」あのー。なんで精霊がみかんと関係あるのかと思うでしょうけどそれが関係あるんですよ。みかんを畑の人はハゲにならないと。 テレビで見たことないあこの,この,このみかんのエキスとこうしてこう塗るとですねあのあ髪があしっかりしてきてあのハゲにならないんですよ。ほんで私は確信したあのみかんのこのオイルとね精霊のオイルっていうのは関係あるんじゃないかとそんな話をするとフィード先生の政権はもう毎つはものだってなるからねちょっと今のところはあの取り消しましょう。 聖意見というのはね、これ今知性の言葉を用いて私は語っているんですよ威厳で語ってないんです知性の言葉で時々下品な冗談言うけどししか一応日本語ですよだからあなたも分かるじゃないですかこれ知性の言葉を用いて私は語る知性とね精霊の教えとの違いはこうなんですよ精霊の教えというのはね直感的知性のようなねあの分析的ではないから細かいことは一切言わないイエスはノー程度ですよ そっち行くなっゴーッその程度だあのー、細かいことはないね知性はそれに反してね非常に細かいことまで分かりますよね一番肝心なことはそのから分からん <laughs> だから知性だけの人間ってはよう信用できないんですあのー、あ一番肝心なことはやっぱり霊なんですよしかし知性とね霊っていうのはね 助け合うことによってねあの全体ができてくる私に言わせればその霊の直感というのはね一瞬にして見る絵みたいなものあ,あきれいだなと秋だからコスモスの花が咲いてるとあ,あきれいだなしかしあなたはそれで撮りすぎるじゃないかところがここでねカメラを持ってきて カシャッとこのおーのーお,ーお,おさ収めてしまう。そうするとイメージとして残るでしょ。う知性の働きってのはこれに似てる。写真機に似てるんです。直感はね一瞬ですよ。あ,あ綺麗だな。しかしそれをね定着させてしまうのが知性の働き。だから後で写真を見ることによってあなたはねああ コスモスの畑はとっても綺麗だったな。その時の感動がまた蘇ってくる。ところが今度はね。本人が写してない写真を私が見せてもらってね。あ、コスモス綺麗ね。うん、それで大体終わってしまう場合が多いでしょう。それはあなたが最初の感動を知らないからなんですよ。写真だけしか見てない。だから知性だけでね。聖書を理解するっていうのは、こういう人に似てるの。あのー、知性的な理解というのは役には立つけど。 しかし本物に至らないんですよ。例の確信がまずないから、ハートの感動がないからなんですよ。よくご質は感動という言葉を使うけどね。さっきの一番最初の冗談に戻るけどね。私はその日本伝道の秘訣はミ空ひヒりと山口もめの歌聞けよと言ったのはねあれ半分冗談だけど半分本気なの。 どこら辺が本かというとねあの伝道しようとか何とかいう連中は真面目なんだろうけどねハートの感動がどんなものか全然分かっとらんからこれじゃあ伝道できないなと私はいつも思ったハートのでは感動が分からない連中がいくらね聖書の御言葉をあの切り売りしたって伝わるものかハートの感動が分かりたければやはり美空ひばりですよあのやっぱり山口百恵だよ これはもう日本が生んだもう二大そのあの世界的な歌詞だろうと私は思ってるすごいもんなあれは精霊じゃないけどね人間の魂のギリギリを歌ったあの感動が伝わってきますよねそれじゃないよだからあの私感動しないなんてあなたちょっとおかしいんだよあの私なんかやっぱああいうのを聞くとうーんうーんうんときます。 こんな話するから時間がどん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 なくなっちゃう。はい。その次、精霊の働きの一つに鳩って。鳩って別に水子さんのことじゃないですよ。だけどまあ今愛称みたいになっちゃってね。あのー、いつか新幹線でまあ初期の頃だけど、向こうの方にいるから水子さんって言ったとき、どんどん荒どれんいていくから鳩って言ったらこのファッと振り向いて <laughs> <laughs> これはやっぱりハートの方がよほどいいあの本人にもねピタッとくるに違いない。イエス様イエスがバフテスマを受けるとすぐ水から上がられたすると身を天が開け神の御霊がハトのように自分の上に下ってくるのをご覧になったと有名なイエス様の洗礼の。 後ですよね鳩が来た精霊の鳩それも子羊の人はあ一番知ってますよねあの白い鳩の感動この世で見たこともないほどの透明な純白な鳩もっとも私たちはねあのー 鳩ってのはあんんまり印象普通得ないいですよ薄汚い鳥だと思ってのうるせえでね、あのー、そこへんでからもう苦しい時々あのベランダなんかに行ってあなたの家に糞をまいて行ったりするからね、あのー、ある人があの私のところに行って先生今度はねいい商品を作りましたってで何ですかってこれはそのマンションの。 あのどこで鳩を撃退するその私は考案して今免許,あの免許じゃないな特許を取ろうと思ってるすごいあのなんか嘘いこうそい線みたいな意図みたいなのがねあってこれが鳩がこの入ってこれなくする商品名鳩名役という <laughs> 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 なかなかうまいネーミングだなと思うけどね。 何の話かあそうだ <laughs> 大体私たちはね鳩に対してあんまり普通いい印象を持ってないんですよ。だけどね、あのー、聖書では鳩というのは精霊の象徴のように扱われてるし旧約聖書でもが家などにね「山縣よさあ出ておいで」っていうようにその内容のことを示す美しいシンボルですね。 亡くなったキャサリン・クーマンがねこの例えが好きだったんですよ。私はもう今で覚えてる彼女が。聖霊は鳩のように繊細だっていうのは彼女のね得意な言葉だったね。鳩が繊細かなとあなたは考えるだろうけどね。まああのキャサリン・クーマンを信じてあげてください。だから聖霊様は非常にデリケートなんだと。ギャー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 騒ぎ立てたりね、大声を上げたり。 あのそういう祈りというのはキャサリン君は非常に嫌がったんですよ。だからよく日にっぽくね、あなたたち大声を上げて祈ってね、あの死を癒したまえとかね、そんな聖霊様を脅かすような驚かすようなね、そんな祈りはしないでくださいね。The holy spirit is so delicate as a dove。鳩のようにデリケートなんだ。私気に入ってた。いいな、聖霊は。 旗のようにデリケートであるなぜならこの御霊はね内在の御霊であるとインドエリングスピリットであるとそうヨハネが言います内在の御霊その次に書いてありますそれは真理の御霊であるこの世はそれを見ようともせず知ろうともしないのでそれを受けることができないあなた方はそれを知っているなぜならそれはあなた方と共に おりまたあなた方のうちにいるからである。The Holy Spirit is with you and will be in you。あなた方と今共にありあなた方の中に入ってくるであろうと書いてあるんです。この内在の御霊何がすごいといってパウロは書簡の中でね このすごいことを今から、ね、神の奥義の奥義をお前たちに知らせようと殺され言ったんですよ。もうよほど大事なこと。もう最高のね、今から真理をお前たちに伝えておこう。え、何、何、何、そんなにすごいことってみんな思うでしょ。こうだったん、ね、で。それはあなた方のうちにいます、キリストであると言った。クライスト In you. Christ in y o u k があなた方の中にいます。Indwelling Holy Spirit。があなたの中にいるということは、これはもう100万円の宝くじが当たるとか、何億円の宝くじが当たるとか、そんなの比較にはできない。この世のいかなるものも比較できない。最高のものなんだ。 聖書の秘訣がこの一言に尽きるなんと神ご自身があなたの中にいるというんですよインドエリングクライスト見た自らがあなたの中におられるこの真理に目を開いてほしいな 私の中にキリスト様がおられるこの御霊は私に細い小さな声で語ってくださる方次に内なる声という項目があります御霊の働きいなあ voice 彼らがあなたた方を引き渡した時何をどう言おうかと心配しないがよい言うべきことはその時授けられるからである語る者はあなた方ではなくあなた方の中にあって語る父の霊であるどう弁明しようかなど心配しなくていい時が来たら必ず内なる御霊が言葉を授けてくださる。 まままたヨハネのの節節から5節までの言葉が引用されております羊は彼の声を聞くそして彼は自分の羊の名を呼んで連れ出す自分の羊を皆出してしまうと彼はその先頭に立っていく羊はその声を知っているので彼についていくのである他の人にはついていかないで逃げ去るその人の声を知らないからである。 この生育もすごいと思いませんか私は若い頃にどんなにこの生育に感動したかなぜ感動したかというとね、次の項目とも関係あるんだけど私の若い頃の大きな課題はいかにして神の声を聞くかということだったんです私は何年間このこの一言のために時間を費やし祈り研究してきたかわからないいかにして神の声を人は聞く 人はいかにして神の声を聞くことができるのかっていうのが私の若い子のテーマだったんですそして模索師に乗ってる最中に出会ったこの言葉羊は彼の声を聞く羊はその声を知っているこの言葉に出会った時の感動ああ、何と伝えたらいいんだろう泣きましたよ羊はその声を知っているといいんですよ 知るでであろうとは書いいてないんですよ知っていると書いてあるんですよ。私は羊飼いいいイエス様の声を知っててるると書いてあるんですよそんなこと分かってるじゃないかとあなたは思うだろうけど私はこの一個を探すために、シックに出会うために何年かかってきたことか。だから出会った時の喜びは大きかった。はあ、私は知らない知らないと思ってた。もがいてたけど、私は知っているんだ。

だから私は信仰でこれを受け止めたんです。私は知ってます。神はありがとうございます。どう知るというそのノウハウはこの時点で消えてしまった。知ってるんだもの。神様ありがとうございます。私はキリストの声を知ってる。人がどんなに言っても私はキリストの声を知ってる。その声は 先ほどのキャサリン・クーマンが引用したようにね、デリケートで。また私が言ったみたいに、イエス・ノーというような直感的な声かもしれない。しかしあなたはね、知ります、知ってます。知らないという人がいたらね、この後は祈れ、たった一人で祈れ、は私は知っていると信じます。だから教えてください。 こればっかりは神様が瞬時に教えてくれますよ。例外なく分かるあなたは。はあ、これなんだ。見たのささやきとはこれなんだ。体験的に知ってくださいね。必ず分かる。直感的に分かる。その昔、 預言者あれはエリアだったっけエリシャだったっけエリシャだったよなイザベルと対決しそしてその偽預言者400人を殺して戦争に対決に勝った後にエリシャっていうのはなんか宮本武蔵みたいな男なんですよ1対400なんて吉岡門下の者たちをバッタ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 切ってそして大勝利したと。 ところが、偽予言者の親分だった女王イザベルは怒っちゃって、あんあんお前の首を狙うぞと。こまん,ばんは、今日中でも、エリシャの首取ってしまえ。その後聞いたとたん、あの勇敢だったエリシャがスタコラスタコラと逃げる逃げる、今度はもう逃げて逃げて、とうとう砂漠の果てまで逃げちゃって。そして、ああ、神よ、もう私は死にたい、死にたい、死にたい。と さっきまで男らしい戦いしたんならもう少し男らしくあればいいんだけどね大体いい聖書に出てくる男ってめめしいのが多いんですよ。あめめしいなんて言葉は差別用語だけどね。あんた腰抜けが多いの。それでもう腰が抜けちゃってねへ,へ,へたり込んじゃってあ,あ死にたい死にたいって叫び出した。ほれでまあ洞窟があったからその中に隠れてたんですけれども神様あんまりかわいそうに思ったんでしょうね。あ、あのー、映画を見せてくれた。スペクタキュラの映画。 映画ぐらいじゃないですよ。立体映画だから。目の前で地震が起こり、火が降ってきてね。もうすさまじいですよ。ドドドドド,ドーンとね。だからエリシャなんかもうすさまじいしたね。腰抜かしたのに違いねい。すげえなすげえなあ。あそこの記事読んだことありますしかし主は地震の中にはいなかった。しかし主は火の中にいなかった。スペクタキュラルな。 ああいう大騒動の中にはいなかったと書いてある。そして最後に細い声が聞こえてきた。これが聖霊の声だったというんです。えしょお前は何をしているんだ。その声を聞いて預言者は泣き出しますね。聖霊の声というのはこんなんですよ。まあ、非常に優しい、非常に優しい。まあ、スペークタクルなあものじゃないですよね。 あなたの個人のところに来てね。あなたの個人ね。I love you! だいたい恋人っていうのは大きなラウド覚醒きてね。私はあなたを愛してますなんて言われてあなた嬉しいか、あのー、時々アメリカにそういうおちょっぴーなんいてね。 あのー、高い金を払ってから野球の、あのー、たくさんの何万で来た時に7回の終わりに突然とキーボードにね「キャッシー I love you would you marry me」なんていうこの広告がこう出ることがあるね。そしたらキャッシーが「キャッシーって私のことあージョーあ女あこんな金まで払って私にプロポーズしてくれてああ」って言って「チュ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 」っていうのがよくあのー、でやるんですけどねアメリカ的だよなほら嫌いだ。 愛は二人だけで語れよな <laughs> あのキャシー ie, I love you って言われた方がね私なら嬉しいと思うんだけどこれまあそう個人の趣味の問題かな <laughs> 精霊の声はねパーソナルなんですよ優しいんですよあんまり大きな声ですよラウドスピーカーから、うん、叫ばないついでながらね 悪の霊っていうのは、これはお声を上げるな。あの、下品なんですよ。ピーター先生も大概下品じゃないですか、ちけど、まあ、ちょっと違うんだよな。あの。え、それは一緒にしないでほしいんだけどね。あの <laughs>、ちょっと違います。うん。悪霊っていうのはね、その。まあ、いろんなことをしてくるけどね、究極にはね。あなたをね、乗っ取ろうとするんですよ。あなたの意思を乗っ取る。 だから悪霊にわれるという表現があるでしょ。あれ英語はポゼスって言えばイーブルスピリットポゼスっていうのは乗っ取られるという意味ですよ。もう乗っ取られちゃってね私の意思なんかもあらやしないもうあの大声上げてみたりもう,もうまああんまり見てかっこいいもんじゃないですな聖書にもたくさんある「墓場をうろついていた」とかあ書いてあるでしょ。不思議なことに聖書には一箇所もね 聖霊に疲れたという言葉はないですよ。一箇所もない。Possessed by Holy Spirit という言葉は聖書にはないんです。聖霊は取りつかないからですよ。聖霊に満たされるとか、聖霊は下ってきたとか、そういう表現がありますね。聖霊は、これも知っといてくださいね。あなたの意志を重んじるジェントルマンなんですよ。あなたの意志を奪おうとしない。悪霊はしますよ。 だからあなたの意思を奪われてあなたはつきものあのおきつねさんみたいに疲れてコン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 行ったりするけれどもね聖霊はああいうことはしないんです聖霊はあなたの意思を重んじるんですあなたがノーなら脳あそうですかと言ってその我慢強く待ってる強制しないホーリースピリット i h a gentleman ということを覚えておいてくださいね紳士だトン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  あまり下品な状況はもう言わない。たまには言うかもしれないけどね。あ <coughs>、もう一つだけ行きましょう。それはね。ガイダンス。私は若い頃悩んでおったということの総結集みたいなやつですよ。これは今から見るとね。古いなあと思うけど。でもまああのー、我慢して聞いてください。私としてはね。本当はもう大変な問題だったんですよ。 神様が導くってどういういことそれから間違いというのもたくさんアメリカので見てきた例えばあるカップルが、あのー、聖霊祈ってるとね神様はインドに伝道に行きなさいと言われたので、あのー、そのカップルは持ってる持ち物をみんな売って家も売ってそして渡航費を作って、あのー、インド大使館に行って今から選挙行きますから選挙誌のビザをくださいと言ったら。 インド政府はそれはインド国内では違反ですとだから一切そういうものはアビザは出しませんと言って拒否されそれでいや精霊様が言ってくださったのに,そにいけないはずがないと言ってこの人たちは祈り祈り断食し祈り私が出会った時はその事件が起きてから既にもうあの2年ぐらい経ってましたけどねあのやがて悲劇を聞きました奥さんはもうあまりの落ち方が激しくてついに あの精神病院に入ってしまったと。あのー、そして最後は夫婦が別れてしまったっていうの悲劇を聞いて、聞きましたよね。私は若い頃の私は悩みましたよ。ええー。祈って示された人が。幻まで、その、あのー、スタジオ、こう言ったんですよ。ある時、自分たちはペンテコステの教会に、あのー、行ったら、その、自分たちはペンテコステの教会のメンバーだったんだけども。その教会に旅の伝道者が来たと そして祈りの終わりの,あの礼拝の終わりの時にねこの中に若いカップルでねインドにあの神様を生かそうとしてるカップルがいると言ったんですよ。私はあの奥さんがサリーを着て歩いてるのが見えるサリーってのはインド人の夫人が着る美しい服がありますよね。いるはずだと言った時にこのカップルはアジアに殿堂行きたいなと思っていたからねあ,のあ私たちのことだと。それは私たちですと。 そして、はああ主が語ってくれた。嬉しいもう非常に純粋なカップルであったんです。そして持ち物をみんな売って、先ほど最後に悲劇が来た。なんでこんなことが起こるんだろうというのが私の大きな疑問でした。私は他にも事例いろいろ知ってるけど、あんまり言うとみんなの気が見えるのでね。言いませんけど、<laughs> あのキリストに祈っていながらなんで間違いが起こるのか。じゃあ幻というようなものがね。一体何なのか？というのも私の。 疑問点の一つだったんですまたある教会の中に行けばそういうものは一切ありませんと私たちはただ頭で考えそして一番何が正しいかとは自分で判断しなければいけないんですといわゆる福音派の教会はそのようなを教えると一体何を信じたらいいのかあの私なりに祈りましたそしてその当時 神様が私に示してくださったなという結論がここに書いてある4つの指針だったんですこれは断っておきますけど私の発明ではないんですたくさんの人々から教えてもらったこと本を読んだこと私自身が祈ったことその結論として当時私は 4S ということを言うようになりました 4S それは英語で言うならばスクリプチャー御言葉2番目御霊 スピリット3番目、セイント。セイントというのはあのクリスチャーのことなんですけどね。それから4番目、サイン、印。いずれも英語では S で始まるのであの語呂合わせによく 4S と私は呼ぶようになりました。4S の中の2つ、少なくとも2つ。できたら3つ。 ぐらいが出揃うと私は神様がゴーと言ってるなと信じるようになりました一つだけでは絶対動かないどんなすごい幻を見たという人がいても私自身もそういう意味では予言されたことが何回もあります「ピーターあなたはアフリカに行って宣教師になるんです」と私は直に言われたことがあります 真面目な人だったな人たとっても真面目な人で今朝祈ってると主がはっきり私に語りましたとでピーターはアフリカに行って、あのー、その国の名前まで言われたへえそんなことやるんかなと思ったらその日のプロ、あのー、祈りかに行ったらアフリカ地方に殿堂に行ってるというかアメリカの宣教師がたまたま来て「あのー、アフリカに殿堂に行きたいんだけどねアシスタントが欲しいだから祈ってくれて」 というプレーリクエストを出したんですよで私に、ね、そのことを言った人がそのとばにいたもんだからその人はもうジャンプアップして「ピーターこれよこれよこれよ」れよれよあの今朝詩が私に語ってくださったのはとあ」と言いましたよね。私も動い,動いたことは事実ですへこ,こ,だところがね私の最終的な結論はノーだったんですよ。なぜノーだったかっ私自身の中に御霊の促しがなかったからですよ。 私自心の中に平安がなかったからです。それで私はノーと言った。三魂が私たちに語るとき三魂は御言葉を持って語る。この頃、明石、昨日も読んだぞ、誰か面白い証石は。リトリートの証石だったかなんか知らないけど面白い話を聞くあ,あそういうふうにして神様を導くのだ。 私も今朝祈ってお教えをどうか教えてください。パターン。えー、打て、あなたの目は正しい。おしむな。またあれむな。打つんだ。よし。<laughs> なんとかねあのあ,あのパターンっていう読み方ね。これ便利言葉いいな。あのー。あ 私はそういう読み方して悪いとは思ってないけどねしかしこれもね今度これだけで動き出すとねどういう危険性があるかって言ったらあなたね聖書占いをし始めるんです、あのー、そういう言葉はないけどね初めて聞いたでしょやりますよ、うん、今朝のは占い占いってなる面白いでしょあのやったことある人趣味だよあれな最初のうちは。 ね、だ信じてないねん。でもね、ちょっと面白いじゃんって言ってね。何々面白いじゃんとか言ってる間にね。あの動物園の虎の鼻を撫でてるようなもんですよ。あなたはね。面白いじゃんとか言ってやろうっね。ほら可愛いじゃんとか言ってるでガブと噛まれるしま <laughs> あのもう面白くなくなる。<laughs> その時は遅すぎるんです。売らないというのは怖いんですよ。ある程度当たるから怖いの。 だから聖書をねあの用いてあんまり占いはしない方が私はいいと思う全部私反対してるわけじゃないですよ聖書をパッと開いてね示されたということを私自身何回も実はあるんです私はやはり聖書を読むようにする、うん、一章ぐらい読むそしてねあの私が若い頃やっ,てやっておった読み方というのは私は一章を読むようにしてるんです毎日読んでいったあの次から次からその中から 神様があこの御言葉を今朝私に語ってるなっいうのを必ず一節だけ取り出しては私の日記帳に書くようにしてましたその御言葉を書き写すそしてその御言葉にフォーカスして主をあなたはこの御言葉を通して私に今日はね何を語っておられますかと祈ってからそれから来るままの思いをその御言葉を通して私の心に来る思いをねあの下に書くようにしてました私は今もってこれはね もう優れた方法だと思います神が私に語るということを私が如実に体験するようになったのは御言葉日記を書くようになったからです。で働き人にはこれは言っております。御言葉日記も書かないような働き人はやめてくれと。神様の前に御言葉を食べる。毎朝食べる。それをおろそかにするようでは例の栄養失調になる。御言葉というのは 御霊であるだからこれを食べよ。神が御言葉を通して私に語る。ナンバーワンです。また神は御霊である。御霊を通して私に語る。御霊についてはもう何回も今回から語りましたよね。他の言葉で言ったらね、神の平安ですよ。私は神の平安のないことはしない。心が重たくなること。ノー危ない 明らかに御霊がノーと言っってます御霊の言葉は Yes or No という場合が多いと言っておきます。それだけだとは言わないクリアな見言葉を持って、ね、語る場合もありますけど多くの場合あなたにとって Yes or No という語り方をされる3番目 Saint 群れなんて書いてますけどねこれは群れってどういうことかというとねあの第一コリント賞の2章の16節ちょっと時間が足りないけどそこだけ大事なのでね開いてみてくださいねこれはね誰が主の思いを知って彼を教えることができようか先ほどのコリント賞の2章の一番最後ですしかし私たちはキリストの思いを持っている We have A mind of Christ.I have と書いてないんですよ。We have と書いてある。我々、この我々というのは、共にね、信仰を同じくする友という意味ですよ。キリストイエス様を賛美する友、二人であれ、三人であれ。この人たちに、このあなたのそのね、信仰を共にするその者たちに神はね、 精霊の確認という形できます直接にあなたにに来るんですよ直接にあなたの霊に来るけどねあなたの友達を通して確認を与えてくれるのが御霊である。英語はこのことを「カンファメーション」と言います「カンファメーション」。カンファメーションというのは例えばアメリカに行く飛行機を予約しますよね。 そしたらそのいよいよあの立つ前日かその朝ぐらいにあなたは飛行場に電話かけてねこの子のフライトに乗るんだけれどもねあのいいですかねって確認するでしょしない人もいるけれどもしますよねあの確認のことを英語でコンファメーションって言うんです精霊の働きの一つですよこれがコンファメーション確認をする。 行で読んでみるとアンティオキの教会でから長老たちがねあの祈ってる時にパウロも含んでですよ祈ってる時にパウロもその当時は長老の一人でした精霊が彼らに語って「パウロとバルナワを私が使わせた仕事のために性別して送り出しなさい」と「行伝の十三章」と呼んでおいてください。 訳するあのわかりやすいように訳するとこうなるんですよ。パウロとバルナバに個人的に私は語っていたことのために今彼らを性別してと性別が言ったんですよ。何を示唆しているか分かります精霊はパウロとバルナバに前もって語っておったというんですよ。彼らは知ってたんですよ個人的には。あれそろそろアンティア教会を出ていく時が来たな。伝道が 始まるぞとそして個人的にはそのね感覚的なものが例であったんですそれがこの日みんなと一緒に祈っている時に聖霊がおそらく予言の形で誰かの口を通してねさあこの2人を性別で出しなさいときたんでこれが c ンファ i r m a t というんです聖霊のカンファメーション i w e have a mind of Christ 私たちは キリストの心を持っているだから祈る一緒に共に祈ってくれる友がいるということはね非常に嬉しいな祈りの友を持つということは大変嬉しいことこれらの友を通して精霊のカンファメーションがあなたに来るようになるそして最後はサイン印ですギデオンという男が昔おりました 勇気があるのかチキンなのか分からないようなあの誰かさんにそっくりなのがいましてそれで主が「マスラオギで怨よ立ち上がれペリして人を撃て」「え私があのあの筋肉隆々の男ならいくらでもいいのに何も私が」 「ご自体申し上げますわ」とか何か言ったのかどうか知らないけどね <laughs> あの彼はすぐに「OK」とは言わなかったんですよ。本当にこれ神様が語ってるのかな昨日食ったそのあの羊の肉は胃の中に溜まったからねあのスパゲッティのせいで俺はこんなふうに変な夢見たんじゃないかなとかいろいろ疑われるのに違いない「それでしよう」「あなたが語っておるんだったらね印を見せてください」って今晩このあの洞窟の前に羊の皮を投げ捨てておきますからね梅雨が。 羊の蚊の上だけにぺったりと振ってそして周りのグラウンドは乾かしておいてくださいねそしたら朝起きてみたらその通りになってる「へえすげえな」しかしまあ偶然の一致ということもあるしな何だかんであのー、印だけでは動いちゃいけないとピーター先生も言っておったから <laughs> あのー、もう一回いいと祈ってみようと思って「しよう」と「それでは申し訳ないけど今日は反対してくれませんか」と。 今,度は今回反対してくれませんかとね父がグランドの方にびっしり落ちちゃって羊の毛の上にはあのドライにしてくださいねと「お願いします」って言って泣いたそれ <laughs> でよくあそこで見るとその通りになって羊の毛はドライクリーニング出したみたいにあの乾いてるのに周りはグランドはしっとりと濡れてると <laughs> <laughs> ああこれやばいなあのやっぱ神様語っちょるわい,いなって言うんでそれで立ち上がったと。 いう面白い話はシシに書いてあります。印を求めると。私なんかよく若い頃これやったな。あのフィラデルフィア時代には。神を。私の印の出し方は困、ね、難んんだったんですよ。例えばその車が欲しいと。クがもらその金なんかも、電動だけで生きてるし、どっからお金が入ってくわか,からない生活に入ってましたからね。余裕なんて全然ないと。かしどうしても車がいると。神様車が欲しいんですと。それで、どうか。 3月いっぱい、あの時のイースターだったな、イースターまでに1000ドル入ってきますようにと、そういう印を求めるよく祈りをしておりました。そしたら1000ドル入ってきたんですよ、それでもう1000ドルの献金なんて、もう巨額な献金ですよ、私はもう本当びっくりしちゃって、驚いちゃってね、日本から送られてきた献金、その人にもう丁寧なお礼状を書いたんですよ、ありがとうございます、こんなの驚いてね、私は実際祈っておったんですと。 それでこれはもう神様がね車を買うというから車の購入費にあの使わせておりますありがとうございます一つだけ書かなかったことがある「あの1,000ドルありがとうございます」と書かなかったんですよ「多額なご現金ありがとうございます」やっぱり日本人だからな俺は奥ゆかしいんですよ。それであのー、あ金が書かなかった向こうの人もね、あのー、そんなふうに使われて嬉しいなって喜んでくれて。1年後 クレデフィアの銀行からね手紙が来たんですよ。あなたは1年前に、あのー、1000ドルうちの銀行からもらったりしょってもらいましたよ。あれは100ドルの間違いでした。<laughs> 900ドル返してください。使いましたか使いましたかあなたはあれからもう1年経ってからね。あのー、<laughs> 使いましたよ。でも法律的にはあれはあのー、私たちのお金です。だから返してください。 誰が間違えたのまあそれは私たちですけど「ゼロ一つつけ間違えました」って言って、ね、私ももう私もしかし向こうのお金だもんなしょうがないから返そうと思ってでしかしお金ないのでね分割払いにしてもらおうと思って何年間かかってそれぐらいしかしその交渉をしてもらうにちょうど知り合ったその医大人の弁護士がいたからね弁護士さんのとこ行ってねあの銀行にあの交渉してくれあの分割払いをしてくれるようにねあの交渉してくれませんかって言ったら「おいいよ」 でその車何に使ってるんだああそれは電動用に使ってます。あそう分かった。チュン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 とタイプライターをってピュンと銀行に出してその手紙こう書いてあったんですよその弁護士はね。あなたはねその1,000ドルをピーター島田に送ってねあなたの間違いじゃないかと、あのー、それであのピーター島田はそれをねプライベートに使ってるんじゃないんだあの電動に使ってるんだだから教会に使ってるんだからそれは教会に寄付したと思いなさいと。<laughs> <laughs> という弁護士の手紙が銀行に行ったのそしたら銀行から早速私のところに返事を受てねあ「分かったもう忘れてやるわ」でれあのてね「フォケで」って言って,、ね、のって,言ってその銀行から正式に「もうあげます」という手紙が来たんですよ。まあ私なんてもうまたジャンプアップしちゃってね「やったぜやったぜ」って言うんで「神様っていうのはもう間抜けな銀行員を使ってまで私にね、あのー、してくれるんだな」って言うんでからもう大変感謝したことがあります。 それは私たちにとっては、ね、印だったの私はしばしばそういう祈りはしたんです。あのー、イースターまでとかクリスマスまでとか、あのー、期限を切ってしようそしてその祈りのノートというのは国名に書いておりましたからね日にちを書いて、あのー、私は祈りのノートには別に持ってたんでいつも大学ノート左の方に、あのー、日付を書いて9月25日その横に例えばね あの風が速くなりますようにとか、何々さんが救われますようにとか、だから今週でうちの家の家賃が払わなきゃいけないからね、あの500ドル入ってきますようにとか、もう具体的なことを書いた。注射的なことは一つも書かなかった。紙の愛が与えられますよう、ね、にと、1回も言ったけどね、あんなアホなこと書かないんですよ。なんでアホかと言ったら、与えられているものをんで祈るかあの。私にとって祈るというのはもうあのビジネスだったんです。だからもうお具体的なこと以外に何も書かない。 右のページ真っ白にしてるんですそして祈るそうするとね1週間2週間するうちに神様が答えてくれたと分かるでしょうそしたら日付を書くどんなふうにして答えられたかということだけ簡単にメモリ書いてくそういうノートを持ってくと3ヶ月ぐらいするとね右のページ大体埋まっていきますよ。へえー、神様はこんなふうに具体的に答えるんだな私にとって祈るというのは抽象的なことじゃなかったんです生活がかかってました。 あなたね生活がかかったらね真面目に祈りますよ。ええー、関東がどういったこうってどうでもよくなるのも哲学者偉い先生がどういった,ったこうと一切関係ないの。あのー、それぐらい神の約束はクリアなものである。ガイダンスっていうのはねこれは一つの指針として私は言ってるだけなのにこのようにして祈りなさいと今私は言わなくなった。これは私ののの若い頃の一つの あの指針としてこう四4つの S のうちの2つ少なくとも最低2つできたら3つぐらいが出たら私は「5」「み言葉が与えられうちに平安がありそれから「しるし」が現れてきたそういうのが3つぐらい現れると私は大概が動いておりました。 印の中にはね、もうこの話たした人は切るようないの、あ、もうこんな時間になっちゃったね。うん、じゃあ、もう、今日はこれでやりましょう。新しい賛美を聞かれたと思いますが、永遠の命を受けようという。賛美、もういろんな人が、あまりのことにショックを受けちゃって。こんな凄まじい賛美が用意されていたのか。実はこの賛美は、光子さんが白い鳩の体験をした。その時に聞いていた。あの賛美なんです。 それを十何年ぶりに今、あのー、みんなの前で発表する時が来たというのは神様の時なんでしょうね。主え付き。 でしたか永遠の命は私は血の上に何もなく闇が多い 水が全面を覆いその時を知っています永遠の時を 永遠よ今あなたは静かにその姿を現し賛美の極みよ そして永遠から永遠に命から命に愛から愛に生きよう神の御子イエス・キリストのゆえに